はい、アザラシの2分、うー風が寒、231日目でございます。いやー見てください、これ野沢菜が枯れちゃってる、枯れちゃってるな。まあ1週間前から兆候はあったけどね、完全に枯れ始めてる。寒すぎるのかな、それとも日照の問題かな、わかんないけどね。なかなかやっぱ素人が手出すとね、ね、適当に始めちゃうからこういうことになるんですね。なかなか難しい、畑仕事は難しいので、春菊の方もね、あんまり大きくなってないからね、食べようと思えば食べれるけど、お店の店先で並んでるような立派な春菊とはならない。まあ、手を加えてないからというのもあるのかもしれないけど、この辺も草も生えてないしね、やっぱ寒いのかな。一方そんな過酷な環境の中でも茎ブロッコリーは大きくなっている。これは非常に当たり野菜かもしれないね。中くらいだったような、あの茎ブロッコリーの方もなんか食べれる部分が増えてきたので、今日はねこの茎ブロッコリーを取ってね、ちょっと料理をしてみようかなと思います。もう年内取り納め動画で新春になんか動画を上げれるような、ね、この畑の状態で何か新しい動きはないですからね、ないとは思うんで、ちょっと茎ブロッコリーのを食べてみようかなと思います。はい、茎ブロッコリー、はい、塩少々、沸騰したお湯に茎ブロッコリー入れてみます。で、うまそうだね。いただきます。うまい。塩加減がちょうどいい。枝豆っぽい味がする。うまい。うん。